続いて、先ほどのは、紙の大きさがもう決まっている分を作ったんですけれど、今度は、入れたいものに合わせて袋を作るっていうことをやってみたいと思います。今日はちょっとこれを入れようかなと、これに合う袋をね作ってみようかなと思います。これの大きさ、まずその入れるもののね大きさを測ります。これは4センチと14センチぐらいも、大きさがあるんですけれど、これに合わせて紙を切るんですけれど、こんな感じの四角いものができるんですね。これを入れるものね。それで一辺がここですね。これが今4センチでしたので、4センチに左右どちら1センチずつぐらい余裕を取りますので、6センチの一辺がこの6センチの正方形の筒状の袋ができるようになります。そして高さですけれど、これが14センチありましたので、14センチに3センチぐらいの上部の余裕を持たせる部分、そして中に折り込むのが2センチぐらいですね。そして裏に、マチを、底の部分を作るのにこの一辺の長さがいります。だから、6センチでしたね。6センチの長さの 分がいります。でそれを計算すると、4センチの1センチずつ持たせて6センチで、14センチに底の部分と折り返しの部分とゆとりの部分を足して25センチになりました。で底の部分もここが4センチでしたね。4センチの6センチの6センチの4面ありますので、4倍で6×4=24に1センチののり代を足しますので、これも25センチになったので、25センチの正方形の紙でこれが入れるものが作れるということになりました。今から作るんですけれど、これちょっと液体が入ってますので、ちょっと先ほどのような紙だと強度がないので、これはカレンダーなんですけれど、カレンダーを使ってやってみようかなと思います。で25センチに切りました。でこれで作っていきます。先ほどと同じように上下が1センチののり代を残して折ります。ここですね、のり代を残します。でこれを内側に折ります。ここに折ります。でボンドでもいいんですけれど、今回は両面テープで貼ります。両面テープをここののり代部分に貼ります。のり代部分に両面テープをつけて流して重ねてこのように筒にします。筒になってます。で先ほどはここでマチ部分を取ったんですけど、どこの辺も一緒なので、これを半分に折ります。こうですね、
半分に折ります。そして、ここが、さっき両面テープをつけたあの部分、接続部分なんですけれど、こちらの方を折るように、このようにします。別に角だからどっちでもいいと思うんですけどね。これを反対側もこのように折ります。でちょっとしっかり型をつけますね。こういうものができます。はい、それで底を作るんですけど、ここは、この長さにしとかないと、紙が硬いので、折り返しの重なり部分が出るとちょっとしにくいので、6センチだったら6センチ折り返します。で折って、ここを広げて、こうですね、広げて、この部分がこの延長にきっちり収まるように、でここに線があるのが、この真ん中に、この真ん中に来るように折っていきます。そうですね、反対側もよいしょ、ここの折り線がしっかりここの真ん中に来るようにして、この部分がここの延長線上にきっちり折るように、そこを作ります。そうですね、そしてこれを折り上げて、ここを折り下げると、ちょっと文字があってごちゃごちゃしてますけどね、こういう感じで底ができますね。でここを、さっきと一緒で貼るんですけど、この部分とこの三角ですね、を貼ります。そして貼りますね。でここに穴が、分かるかな、穴が開いてちょっと頼りないので、底の部分を補強します。カレンダーの残り使って、大体の大きさを切って、ここに貼りますね。でそこにこう貼ると、さっきのあの文字もね隠れるし、あ、いいかな、補強に、あの補強にもなりますのでね。はい、それで、できてるんですけど、こういう感じの入れ物ができます。これでこれが入るんですけどね。こういう。で、持ち手を作るんですけど、これは先ほどと一緒です。折り返し部分を
まあ何センチか2、3センチですね、形を筋を折り目をつけて、で内側に折ります。模様が入ってて見にくいですね。このように折り目をつけたら、あとは先ほどと同じようにここに、持ち手をつけたらいいんですけれど、ちょっとこれ重みがあるので、先ほどのマスキングテープだけだと、弱いかもしれないので、ここにこういう感じで、ホチキスでちょっと補強してます。隠すためにまた上からこういう風に貼ってますね。こういう風にするとちょっとマシかな。でもあんまり重いものは入れない方がいいと思いますけれど、ちょうどこれが入るようにね作れますので、まあ、どんなものでもそれサイズの袋が作れますからね、ぜひ試してみてください。はい、どうもありがとうございました。